語呂合わせで覚えよう。歴史の年号。この動画は、歴史の年号を語呂合わせで楽しく覚えることを目的として作りました。音声に従って語呂合わせを口に出して読んでみましょう。今回は弥生、古墳、飛鳥時代から選びました。それでは、始めていきましょう。こんな木に役立つの。こんな木に役立つの。こんな木に役立つの。兄さん来るらしいよ、卑弥呼様。兄さん来るらしいよ、卑弥呼様。兄さん来るらしいよ、卑弥呼様。ゴミ屋敷。くだらん仏像てんこ盛り。ゴミ屋敷。くだらん仏像てんこ盛り。ゴミ屋敷。くだらん仏像てんこ盛り。国民のヒーロー、聖徳太子が摂政に。国民のヒーロー、聖徳太子が摂政に。国民のヒーロー、聖徳太子が摂政に。濡れて見つめよ、冠よ。濡れて見つめよ、冠よ。濡れて見つめよ、冠よ。濡れより知るべし新憲法。濡れより知るべし新憲法。濡れより知るべし新憲法。濡れなして、海を渡る妹子たち。濡れなして、海を渡る妹子たち。濡れなして、海を渡る妹子たち。ロミオの剣刀を外れ。ロミオの剣刀を外れ。ロミオの剣刀を外れ。虫殺し。虫をも殺す大化の改心。虫殺し。虫をも殺す大化の改心。虫殺し。虫をも殺す大化の改心。無惨と、白旗振った大和朝廷。無惨と、白旗振った大和朝廷。無惨と、白旗振った大和朝廷。無難にしてろよ自身の時は。無難にしてろよ自身の時は。無難にしてろよ自身の時は。なれるが一番大砲の打ち方。なれるが一番大砲の打ち方。なれるが一番大砲の打ち方。今回はこれで終了です。お疲れ様でした。